町触れは、江戸時代に町人に対して出された法令。その内容は多岐にわたった。江戸の町に出されるふれは、総触れと町触れの二つに分けられる。総触れは、老中から出されるもので、全国に出された広域的なもの、または老中へ伺いの上で出されたもので、町触れは、町奉行が事故の権限で町中に発したものである。総触れには、書き付けが出され、 文面にも、お書き付けと明記されている。市中に在住する神職、主言者、恩苗師たちは町奉行支配でないため、総触れは、自社奉行から伝達し、町ぶれは、町奉行から伝えるというように区別する必要があった。町ぶれは、町奉行から町年寄りから、年番名主から、町名主、月行時町人という順序で伝達された。 触れの文案が作成されると、町奉行は、町年寄りを召喚してその内容を伝える。町年寄りは、名主や月行事を自分の役所に集めて触れを伝える。そして名主、月行事は、町内の家主に伝え、家主は田子に読み聞かせるという形で、全町内に伝えられた。この伝達方式が確立したのは、明暦の大化の後の17世紀半ばから18世紀。 初頭の頃で町奉行の支配地の拡大により各町の代表を町奉行所に集めて伝達する方法が困難になったことと町奉行を頂点として町年寄りや町名主を通して町方を支配する体制が整ったからである町ぶれの伝達は書面または口頭で行われたが口頭での場合も大抵は覚書を渡されたこれを口達書という 町名主は町々への触れの周知徹底を担当し、触れを受けた名主は支配下の町ごとに連番証文を取り、町年寄りの役所に収めていた。教法6年からは支配ごとに一冊にまとめるよう簡素化された。触れの伝達方法は、漢文年間から江戸の町中を南北中の三つに分け、その小口の町々を窓口として順達したと言われる。 この小口は日本橋編の名主であったが番組の成立後は1番組、2番組、4番組が小口になったという番組は日本橋を境にして北を1番組、2番組、南を4番組とした緊急時には南北小口の年番名主がそれぞれ番組を順送りにして待ちぶれの伝達を行った明治期の記録では旧来は30通の触れ書きを作成し 南北中の三口に振り分け、町名順に各町の自身番屋へ送っていた。町年よりは町奉行から触れを受け、名主を通して各町へ伝達するだけでなく、町年よりの責任で毎年定期的に同時期に同内容の町触れを出していた。これを定式町触れという。町触れの中で幕府が特に重要とするものは考察上に考察を出して掲示した。 中でも、江戸の日本橋南詰め、時和橋門外、辻海橋門内、浅草橋門内、麹町半蔵門内、芝車町の6箇所は、大考察場といい、霧師探近令、鉄砲打ちのこと、火付の密告、人足の打賃に関するものなど、計7枚が常時掲げられていた。大考察場以外にも、江戸には、考察場が35箇所あり、水、橋梁 人会など、その場に見合う内容の町ぶれが書かれていた。また、口頭で伝えられた町ぶれが忘れられるといけないというので、町町を仕切る木戸自身版や、路地口、名主宅前などに貼られることもあった。また、自社奉行から出される触れを司さどった寺院を、触れ頭と呼んだ。これは町奉行配下の町役人のような存在である。町ぶれをまとめた書物には、 昭法5年から法歴5年までの町ぶれを収録した聖だからこと6や昭法5年から文久3年までの町ぶれを集めた専用 A96 おふれ書きなどがある。ABCDEFG 町ぶれ国史大辞典第13巻吉川博文館85ページ。ABC 吉原健一郎著江戸の町役人吉川博文館49から50ページ。 吉原健一郎著、江戸の町役人、吉川博文館、68ページ。吉原健一郎著、江戸の町役人、吉川博文館、73ページ。ABC 楠木誠一郎著、江戸のおふれがき小女やわれみの例から人奏書まで、グラフ社、6から7ページ。楠木誠一郎著、江戸のおふれがき小女やわれみの例から人奏書まで、グラフ社。 36ページ。ありがとうございます。